ダザイフゴルフクラブは、福岡県ダザイフ市石穴に広がるゴルフ場である。足立忠氏は、1964年、福岡県内の株式会社、高木公務店から、福岡県ダザイフの安光地久都氏の紹介を受けた、ことに始まる。1964年12月、足立は、安光地久都氏の案内で、安光地の高尾山に登った。1964年12月、 仮設計画が完成、コース設計は、足立建設の鈴木翔一が行った。鈴木は、丸尾信勝に設計を学び、井上誠一、佐藤義一、上田治の下で働いた経験がある。1965年4月、新たなゴルフ場建設に向け母体会社、筑紫の観光だ財布、ニュータウン株式会社を設立した。同年5月、 ダザイフ町石穴の起工式を行い、1966年10月18日、18ホールのゴルフ場が開場された。ゴルフ場は、古都ダザイフに広がる歴史ある18ホールの給料コースである。コースは、給料地の起伏を生かした、フェアウェイのアンジュレーションがプレーの面白さを作っており、谷越え、行って越え、打ち上げ、打ち下ろしなどで戦略性を求めているコースである。 日本の女子プロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する、日本女子オープンゴルフ選手権競技大会などの、大会開催の実績がある。郵便番号818-0100福岡県、太宰府市医者が3467-39番地鉄道道路。ありがとうございます。